余計な話はいい。例の人物について何か情報は？あんたはタイミングがいいよ。取れたてのネタが入ったとかだ。ほんとついさっきだ。警察署で取り調べ中だった日本人が脱走したって。日本人？確かなのか。さあね、日本語ペラペラの中国人かもしれねえ。いい加減な情報だな。しょうがねえさ。何しろそいつ丸裸で逮捕されたでしょ。なんだそれ。知るかよ。だけど丸裸でパスポートなんて持ってるわけもねえ。だからそいつが何人で何者なのかさっぱりわからねえんだとさ。そいつの特徴、他に何かないのか？あっと、追加のご注文で？ちっ。今日はうまい飯が食えそうだ。その脱走犯の背中には、それはそれはご立派なタトゥーが入ってたんだったよ。タトゥー？なんでもよ。ドラゴンなのに尻尾が魚みたいになってるというへんてこなデザインだったってさ。あったビンゴみてえだな。ご祝儀も受け付けるぜ。調子に乗るな。そいつの行方は？怖。アートウォールズあたりで目撃情報があったって話だよ。アートウォールズだな。わかった。またのお越しを。おい。あ？するなよ。寝てるわ。相手にならねえな。フリーズ。ホールド。
浜の英雄が何やってんだ。荒川真澄が泣いてるぞ。久しぶりだな、春日。桐生さんですか。なんてお礼を言っていいのか。桐生さん、本当にありがとうございました。まったくだ。おかげで俺も逃亡幇助の犯罪者だ。本当に申し訳ありません。冗談だよ。それにしても桐生さん、なんでハワイに。大道寺一派の仕事でな、人探しをしてる。え、それってもしかして。あいにくだが、お前じゃない。あ、そうですか。でも、ならなんで俺を。その人探しの最中にお前によく似た日本人の情報が入ったな。まさかとは思ったが、駆けつけてみたらご覧の通りというわけだ。そういうことか。それでお前はなんでハワイに。それがどこから話しゃいいんだか。桐生さん、茜さんって覚えてますか。荒川のおやっさんの恋人で、つまり俺の母親かもしれない人。ああ、そんな名前だったっけな。確か荒川との間にお前を産んですぐに殺されちまったと。まあ、おやっさんが俺の実の親とは決まっちゃいないんですが、その茜さんです。単刀直入に言うと、茜さんが実は生きていて今ハワイにいるらしいんです。なんだって。茜さん、お体が優れないとのことで、元気なうちに息子を、まあ一旦俺ってことになりますけど、一目会いたいと。そうだったのか。それでこっち着いてすぐ茜さんの家に行ったんですよ。行ったんですけど、ただでさえ道中いろいろあったってのに、家に茜さんはいなくてですね、家政婦の嬢ちゃんがいたんですよ。それでどうも俺はその嬢ちゃんにはめられたらしいんです。はめられた。そうなんです。だから俺は札にとっ捕まっちまったんですよ。すまんが、さっぱり話が飲み込めねえ。でしょうね。泣き面に蜂で、札もとびっきりのクソ野郎で、俺の言うことに全然耳を貸しゃしねえ。だからそれで脱走か。はあ、お前は本当にトラブルメーカーってやつだな。すんません。ま、詳しい話はまた今度聞かせてくれ。それでお前はこれからどうするんだ。そうっすね、とにもかくにももういっぺん茜さんの家に行かねえと。茜さんが戻ってるかもしれないし、あの嬢ちゃんに話を聞かねえと。そうか、場所はわかるんだよな。え、ええ、いっぺん行ってますから、だいたい道順は。え、もしかして送ってもらえるんですか。一応お前は今脱走犯なんだぞ。一人で街をぶらついてたらまたとっ捕まる。本当に何から何まで。あ、肩揉みましょうか。事故るからやめてくれ。
あの、アロハ。Thank you.キリュウさん、おい、チッ、いえ、後悔するなよ。おお、これこれ、敵が化け物に見えた方が気合が入るってもんよ。俺の番だ。さっさと来い。こら、誰や。よし、やるぜ。ずんと行くぜ。向かうところ敵なし。だな。よし、上昇上昇。悪くない気分だぜ。はあ、キリュウさん。いい調子だ。準備はできてるぞ。よう。
いらっしゃい。ああ、こちら店長だ。この店はカラオケバーなんだが、寂れていて居心地…寂れてて悪かったな。俺、春日一番です。桐生さんにはいろいろよくしてもらってます。春日さんか。どうぞごゆっくり。さて、まずは軽く一杯行くか。はい、喜んで。春日。はい。少しは落ち着いたか。おかげさまで。ほんとすんません、飯までごちそうになっちまって。いや、ほんとハワイは飯も酒もうまいや。お気に召したようで何よりだ。へえ、いや、地獄に仏たこのことです。こっち来てからわけわかんねえことだらけだ。なんか桐生さんに会って心底ほっとしてます。慣れねえ土地でのトラブルは答えるからな。ほんとそうですよ桐生さん、このご恩は必ずお返ししますんで。期待しないで待ってるよ。いえ、これは口だけじゃないっす。俺だって桐生さんの力になりたいんす。何でもいいんで手伝わせてください。わかった。じゃあ頼りにするよ。よろしく頼むぜ春日。はい、任せてください桐生さん。じゃあこの奇妙な再会に乾杯だ。うっす、乾杯。ようやくお目覚めか。もう昼だぞ。桐生さん、あれ、ここはカラオケバーの2階だ。酔っ払って寝しまったお前を運ぶの結構大変だったんだぞ。いや、すみません、いつもならあれくらいの酒で寝たりしないんすけど。さすがに疲れてたんだろう。寝て少しは楽になったか。はい、おかげさまで。そうか、ならいよいよ行くとするか。あかねさんの家ですね。ああ、俺のホテルの前に車を用意している。そいつで行くぞ。わかりました。おお、起きたのか。いろいろご迷惑かけたみたいですみません。2階も使っちゃって。気にしないでくれ。2階は昔は接客で使ってたんだが、今は客も少ないし、ほぼ物置みたいなもんなんだ。もし寝床がなかったり人目を忍んで話したかったら好きに使ってくれて構わん。え、でもいいんすか。ああ、数少ない常連のお連れさんだ。手厚くサービスしないとな。またいつでも来てくれ。はい、また来ます店長。アロハ。ありがとうございました。
気合い入れるか。体が軽いな。ここです、キリュウさん。カスガ、ここで間違いないのか。もう間違いないっす。バッチリ覚えてますから。鍵開いてましたよ、キリュウさん。おい、誰かいねえのか。時のまんまだ。キリュウさん、そっちはどうでした？いや、手がかりらしいものはなかった。カスガ。何ですか？ここがお前のおふくろさん、アカネさんの住まいなのか？え？ええ。まだ本人には会えてないですけど。アカネさんというのはこの写真の人か。は年は取ってるけど、アカネさんだ。キリュウさん、何ですかこの写真。なんでキリュウさんがアカネさんの写真を。さっき話したよな。俺は今大道寺一派からある人物の発見と身柄の確保を命じられていると。それがこの人なんだ。はあ？大道寺一派が茜さんを追ってるってことですか？理由は分からんが、そういうことみてえだな。はあ。病？なんであいつが。面倒なやつが来たな。知ってるんですか？ハワイの裏じゃちょっとした有名人だ。へえ、先客か。いい車乗ってるじゃねえか。なっ。いねえ。おい、富澤。
今度はいいとこ見せてくれよ。はい。来やがった。けど、おあいにくさま、こっちには桐生さんがいるんだ。桐生さん、俺いつでも行けますよ。分が悪いな。裏口から逃げるぞ。え？桐生さん？病にやられたとこ大丈夫なのか。うるせえ、とにかく動くんじゃねえ。ここで挽回しねえと後がねえんだ。銃口が濡れてる。この距離ならまず当たらないだろう。合図を出したら乗り込む。すんません桐生さん、ちょっと勝手します。何を言ってる。おい、来んじゃねえって。マジで撃つぞ。お前、ろくな治療を受けてねえだろ。病院行こうぜ。連れてってやるからよ。はあ？そんなんで油断するとでも。お前、あの山行ってのと杯交わしたのか。はあ、それがどうしたってんだよ。つっかえしてやれ、そんなもん。親が黒って言えば白いもんも黒くなるのがヤクザの世界だけどよ、その分親はこの命預かるにふさわしくなきゃダメだ。お前はあいつに命預けようと思えてんのか。そんなことできりゃ苦労しねえよ。けど今さら歯向かって何になる。ぶっ殺されるだけだ。俺らが力になる。俺らが力になるって言ったんだ。病からお前を守ってみせる。約束するぜ。なんでそんなこと。俺はあんたははめて今殺そうとしてんだぞ。精一杯強がってても実はしょんべんちびるくらいビビり倒して、誰でもいいから助けてくれって内心泣き叫んでるような経験俺にもあってさ、今のあんたの気持ちよくわかるんだ。そんな俺を何の得にもならねえのに助けてくれた人がいて、今度は俺が助ける番だ、そう思ったんだよ。おお、富澤、お手柄じゃねえか。そいつらが先客って、またおめえか。よ、なんであんたがここに。そいつはこっちのセリフだな。ばあさんはいたか。答える義務はねえな。じゃあ義務にしてやるよ。
富澤、三つ数えたら撃て。そっちのお連れさんに聞くことにするからよ。ああ、お前、親父。いや、さすがにな。カウント開始だ。1。決めんのはお前だ。富澤、うん、人生は一度きりだ。もしもはない。どっちを選ぼうが地獄でも、自分で選んだ地獄ならそう悪いもんじゃねえ。はい、さーん。富澤。くそ、くそ、やっちまった、やっちまった。大丈夫だ。背中を押した責任はきっちり取るぜ。ですよね。ああ。自分の発言には責任を持つ。それが大人ってもんだ。オーケーオーケー。お前ら一人は殺して残りは両手両足へし折っとけ。富澤殺すなよ。後で俺が直接けじめつけるからな。うちの飯パクは後悔するなよ。俺の番だ。合わせるぜ。俺の番だな。こいつで行くぜ。腰抜き野郎が寝てるわ。ビビってんのか。
ガツンと行くぜ。俺の番か。へばってんじゃねえよ。押して勝つぜ。ご乗車ありがとうございます。シートベルトをお締めください。間違いねえ、本物だ。桐生だ、桐生一馬が生きてやがった。姿を消してしまった茜さん、そしてハワイの地下にはびこる闇組織。ハワイは地上の楽園って聞いてたが、どうやら雲行きが怪しくなってきたみてえだ。